はい、こんにちは。今日は2023年の4月の14日だな、13日かな、木曜日です。今日はですね、予定にはなかったんだけど、千種区の内山町だったかな、それから沖田町とかね、その辺に臨時で宝探しに行きました。それで今鉄くずとかね、陶器とかね、アルミとかそういうものを売ってきました。9000円でしたね。売り上げは9000円。まあ臨時で行ってね、9000円だからまあいいかなと思います。それで今日はちょっと鉄くず屋さんが混雑しておりましたね。まあ、それでちょっと40分ぐらいかな、待ってました、並んで待ってました。それでまあ順番が来たからね、それで荷下ろしして帰ってきたと。まあ、こういうことですけど、それでね、東村っていうところがね、まあ3年ぐらい前から知ってます人がね、仕事をしてなくてブラブラしてるもんだから、まあこの宝を探ししてね、それで鉄くず屋さんに売ればね、金になるからやらないかということで、ね、教えてる、探し方と売り方ね。でまあこれで2回かな、2回で今日偶然にもね、売りに行ったら会いましてね、でそのまあ弟子だな、行ってみたらな、弟子の方は9000円だったかな、あ違う、1万1000円だったかな、確か1万円超えとったね。それで何もせずにブラブラしとっても現金は入ってこないんだけどさ、こうやって鉄くずを集めてね、売りに行けば現金になると、こういうことでね、張り切ってやっとるもんでいいんだけどさ、だんだん暑くなってきてね、クーラー入れないかんよ。まあそういうことで今日は臨時でね、宝探しに行っちゃったからね、今日は本当は予定のない日だったんだけど、まあそういうことになってね、まあそれいいんだけど、